竹村健一は、日本のジャーナリスト、政治評論家。1989年第5回、正論大賞受賞。大阪府大阪市東成区生まれ。旧制大阪府立正の中学校の1年生の、時に、父の実家のある、兵庫県朝子郡和田山町に引っ越す。旧制兵庫県立正の中学校に転校。卒業後、 旧制姫路高等学校文科高類に入学するが、学生改革により、翌年新生京都大学に編入。アメリカフルブライト財団主催のフルブライト、奨学金制度の第一号として、アメリカ合衆国のシラキュース大学、イエール大学、ソルボンヌ大学で学ぶ。シラキュース大学大学院新聞科修了。1955年から、 英文毎日の記者を経て、1963年に、新日鉄グループの採用特殊成功へ入社し、調査部長となる。しかし、1年後に、採用特殊成功を退社し、以後は、オッテモン学院大学英文科助教授、拓色大学客員教授などを経て、マーシャル・マクルーハンのメディア論の紹介で注目されて、文筆活動を始める。並行して、テレビラジオにも出演。 1980年頃、講演やテレビ番組などで仕事ができないやつイコール資料を持ちぎのやつとの持論を展開し、自身は一冊の手帳に情報を集約して使っていることを紹介した。自らの監修により、オリジナルの手帳、これだけ手帳を発刊し、その後30年にわたって発行され続けたが、2012年度版を持って発行を終了した。 1982年9月、同年夏に出した、もっと売れる商品を作りなさいが月刊誌、アクロス同年2月号の記事から投用していることが発覚。記者会見で投用の事実を認めて謝罪し、回収することになった。全文コピーが7箇所で87行、分位投用が10箇所で67行というもの。1985年より、ニューヨークマンハッタンのモッドストリートと、 プリンスストリートの交差点付近にあるビルの壁面に、竹村の肖像壁画が描かれている。アデランスの CM 撮影用に描かれたものであるが、絵を消すには1200万円の費用がかかることや、街路樹との位置関係で、ビルの壁面が広告スペースとしては適さなかったため、広告会社が手をつけなかったこと、ビルの所有者も気に入っていること、地元の人たちの評判も良いことなどの理由から、 長年そのままになっている。先日のこれだけ手帳発売終了以後、メディア出演や著書発表などの活動を行うことはなかった。2019年7月8日、多臓器不全のため89歳で死去。ベストセラーとなった著書、マクルーハ藩の世界で、竹村は、テレビはラジオと異なり、大衆を先導しない、クールなメディアだと説明したが、この点が、 マーシャルマクルーンの思想と全く異なるとして、竹村は佐藤武氏に批判された。竹村は、同書は、マクルーンの紹介ではなく、一種の創作みたいなもの、だったと弁明した。竹村家の父祖は、兵庫県朝越市行の町黒川の出身。2000年までに300冊以上の著書がある。ありがとうございます。